俺からも質問だ人間が人間を殺してはいけない理由それは何だ法律で禁じられているからですお,おい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 本気で言ってるのが頭使えよ学生君たちの本文は弁学だろさっき会ったばかりの間柄だが俺は君がバカな人間じゃないってことくらいは分かる なかなか度胸もあるしさおためごかしはいらないから本当に思ってることを言ってみろよ人間が人間を殺してはいけない理由それはそんなもの存在しない <laughs> その通り人間は人間を殺してもいい 本来人間は何をしてもいいんだ殺人窃盗詐欺強姦これらの選択肢は全ての人間が有しているただだからといって俺はそれらの行為を推奨してるわけじゃないよ選択肢を持っているってだけの話だそもそも殺人行為を禁じるのは理にかなっているしねさて ここで一つあの有名な言葉を引用してみようか目には目を歯には歯をって言葉があるなこれはまた分かりやすい言葉だ目をつぶされたから相手の目をつぶしましょう歯を折られたから相手の歯を折りましょうこれでプラスマイナスゼロってわけだだけどこういう反論がある目には目を繰り返していたらこの世には盲人しかいなくなってしまう ガンディですかそ,うだそもそもそんなことにならなきゃいいんだが何しろ人間だ生きてるうちにはいろんなことがあるいいことがあれば悪いこともあるし時には人を殺してしまうことだってあるだろうそこでさっき君が言った法律ってやつが出番になるわけだ秩序を維持するためですね あ,あ集団の秩序を維持するために法律が設けられた人を殺してはいけません人を傷つけてはいけませんそんな風に法律で殺人や暴力を禁じたところで人間そのものには殺人を犯すことも暴力を振るうことも可能だだからそこで一旦暴力を振るう権利を預けるわけだがさてそれは一体誰に 国ですかねそうだだから国民が1,000人いたらその国は1,000人分の暴力を有していることになるそして法律を違反した人間には預けられた1,000人分の暴力を振るうことが許される罪を犯した人間に罰が下らなければ誰も法律を守らなくなってしまうからな倫理観や道徳観ではなく 法律違反には罰則が課せられるという共通認識こそが人々に法律を守らせ秩序を維持し社会を安定させるだけどその法律が有効に作用しない人間がいるわけですよねそうだな例えば俺みたいななぜ作用しないんだと思う罰則が意味をなさないから。 つまり自分の生命や人生に価値を置いていないそんなことはないよ自分の命は大事だし人生だって大事さ俺は俺なりに自分を大事にしているよ優先順位の問題ですかその通りだ法律は秩序を維持するために作られたものだが それが必ずしも人間を守るわけじゃないし救うわけでもない法律が守るのはあくまで秩序だその結果安定した生活を送れるってだけそもそも法律を作ったのは人間だからな不完全な存在である人間が完全なルールなんて作れるわけがない生物の目的は種の繁栄だ 人生の目的っていうのは経験を積むことにある思い出を作るという言い方の方が耳障りがいいかなま要は様々な情報を遺伝子に蓄積させ子孫に受け継がせることによって種を長く繁栄しサバイブさせていこうってわけだね継続は力なり蓄積された遺伝子の情報と人類の英知こそが我々の宝だ 君は俺と同じだよ同じ俺とあなたが同じ。<laughs> ああそうさ頭の中が少しばかりおかしいだろう